NHK 7時のニュースです。NHK の安倍イコール統一教会の特集の後で花をつく悪臭がしたという苦情が寄せられました。その匂いは豚うんこ、つまり豚のうんこの悪臭ということです。本日のニュースは NHK と豚うんこを中心にした悪臭事件を取り上げていきまーす。ちょっと、また、NHK 会長の前田です。私は、安倍の財界ファンクラブ式の会のメンバーです。NHK は自民党に従う決まりです。モミー会長がはっきり言ったんです。ニュースの配信の許可は降りていますか？私は断固認めません。今、会長から言われちゃいましたから、今日のところはちょっと待ちまーす。代わりに NHK のクローズアップ現代の特集を検証した YouTube を見てください。我ながらひどい NHK の番組だと認めます。浅ましいというか最低です。